今回はですね、めちゃくちゃ怒ってます。今、とても怒っています。僕は、温厚で、感情の起伏が少ないタイプなんですよ。常に冷静に物事を捉えて、何らかの出来事や言葉をかけられても、取り乱すことはほとんどありません。怒ることが滅多にない。その僕が今、めちゃくちゃ怒ってます。怒ってるというより、闘争心に火がつきました。タイトルにある通り、ヘッズアップを持ちかけられました。場所は、ベラージョのポーカールーム。相手は若い日本人です。これ後撮りで動画の最後にも話してるんですけど、ヘッズアップをやるのって自信がある時なんですよ。相手よりも強いという自信がある時。ポーカールームで実際にヘッズの話になって、これは暗に自分の方が強いですよって言われてると解釈しました。わかるんです。僕もポーカープレイヤーとして長くやっていました。勝てると思った相手には、ヘッズまでとことんと自分も戦っていました。キャッシュゲームで残り二人になって、テーブルが割れるか続行するかの時にヘッズアップになるんですけど、これは実力差がはっきり出ます。分散こそ激しいですけど、自分より強いプレイヤーには長期で勝ち越すことはできません。僕がベラージョのカジノでヘッズを申し込まれたのが、20代そこそこの日本人で、大学を卒業したかどうかぐらいの年齢。ラスベガスまで来て、高い滞在費と渡航費を払って、5ドル10ドルというステークスをプレイして、1日に何十万円という動くテーブルに座っているので、ある程度の腕があって、自信があるのは当然です。というか、アメリカまで来てポーカーをプレイするなら、そのくらいの自信がないとダメだと思います。その彼の話を聞けば、ポーカー専業とのことです。駆け出しのポーカープレイヤー。僕もなんだかんだ、ポーカーに携わって10年ほどになります。日本にポーカーブームが来る前から専業としてマカオでやっていました。上のステークスには化け物みたいなやつがたくさんいます。ポーカー動くお金が大きいので、あらゆる分野から優秀な人も参戦してきます。いろんなプレイヤー見てきました。ヘッズを提案してきた彼は強いです。実際にラスベガスで勝ってますし、そつなくこなしてかなりやれると思います。でもね、長年この業界にいる僕からすると、そのくらいのプレイヤーだったら、珍しくもなくて、どこにでもいるんですよ。僕は強くないですよ。本物たちを知ってしまっているから、自分では強いとは言えないんですよ。けれど、入れ替わりの激しいこの業界、自分の腕だけが試される、この世界で、長年しぶとく生き残ってきたという自負があります。だから、ヘッズを申し込まれても簡単には負けるわけにはいかないとメラメラと燃えておりました。話を聞けば、その彼は前回のアメリカ遠征で高い時給が出たとのことです。稼働を頑張ってバンクロールを貯めるなと話していました。すごいいい子です。僕と話してて時折タメ口になったりするんですけど、可愛らしい感じの。ちなみに僕はずっと丁寧語で話します。ライブのこなせるハンド数ってとても少なくて、一回の遠征の時給は参考にならないんですけど、面と向かっては突っ込みませんでした。いちいち話の腰は折らない。僕は大人なんで、アメリカで礼金を払って高い物価でバンクロール貯めるって並大抵のことではありません。若いからやりたいことをやって挑戦すればいいと思うんですけど、僕の率直な感想としては無理はしないでという思いです。健康でいてくれればそれでいい。老婆心だから親のような、まあ、実際親ぐらい離れてもおかしくない年齢差なので、それは言い過ぎか。最悪勝てなくてもいいです。長期滞在で事件や事故に巻き込まれることなく、アメリカ保険もなくて病院になったらものすごく高いですから、海外保険を持ち込んでおかない場合は、無事に帰って親御さんに元気な顔を見せれば、それでいいと僕は思うタイプです。ポーカーと麻雀の動画ばっかり投稿している僕が言うのもなんですけど、その道でプロとしてやるのは人生がハードモードになります。日本で普通に働けるならば、そっちの方が安定してるし、幸福度が高いと思います。僕はマカオで4年間やっていたので、負けた月の焦燥感とか、孤独感とか、そういった辛さも知っているので、余計そう思います。ポーカーは分散のあるゲームなので、不運が続けば負け越すことは普通にあります。ちょっと前置きが長くなりましたが、ベラージョのキャッシュゲーム動画をお届けします。WSOP も後半となりまして、ポーカールームに人が少なくなってきています。深夜で人が来なくて、
ショートハンド3人でテーブルを回していました。相手2人はレギュラーでバチバチの殴り合いです。うち1人がヘッズを申し込まれた日本人です。果たして堀内勝つことはできるのか、動画の方をどうぞ。今回はこれからラスベガスにあるベラージオでキャッチゲームプレイします。ワンタイム。That's it. Kings. What do you do? You fucking man.
Someone.本日は9時間のセッションで$2,563勝ちです。 WSOP もメインイベントが後半になってラスベガスからポーカープレイヤーが減ってます。ちょっとしけたっていうかおとなしいようなテーブルが続いていて 5-10 でブレイクが2回ありました。テーブル良くなくて次々にやめてって割れて移動するっていうのが1回ブレイクした後にまたみんながやめてって残り3人のショートハンドになったんですよ。3人でプレイしました。ボタンとスモールブラインドとビッグブラインド、残りの2人はレグですね。3人でしばらく回してて、そこでブラフキャッチして大きいポット取りました。でその後にですねブラフミスった相手がやめてヘッズアップになったんですよ。1対1になって相手がもう1人日本人でヘッズアップでちょっとやりませんかという流れになって続行しました。これ申し込む時って大体のパターンが自分が相手よりも上手いって思ってる時なんですよ。ヘッズアップやろうぜっていうのは。ただ一応ね、私もですねポーカーでずっと食べてましたのでヘッズも、まあ、強くはないですけどヘッズもだいぶ勝ち越してます。ヘッズしばらくやってそこはほとんど動かずにまたテーブルが復活して上下しながら最終的には結局 250BB 勝ちで終わりました。日本人はそのポーカー専業でやってるって言っててがっつり稼働してるような人で多分自信は相当ある方なんだなと思います。ただ一応ですね私も一回りも上のねポーカープレイヤーで先輩、まあそういうのないかもしれないですけど先輩とか後輩とか ポーカープレイヤーに一応その意地は見せれたかなと思います。それでは、この辺で動画を締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。